あら、どうしましょう。お前の土地なんかどうでもいいよ、ボレガとか言える。ゆたろう。うわ、よく聞け、田舎者。手を離してバカ野郎。おっそすロレッタ続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ、またこの売店なのか何なのかやってまいりましたが、前ポイズンを売ってくれたやつとは全然違うやつがいるよね。喋りかければいいのかな。呼び鈴鳴らす？せっかくやし。チーン。ベルは鳴らさないでくださいよ。もう一回。無理か。すいません。何かご用で？ん？ここのオーナーの方ですか？そうですが。お？もう一人の方はいらっしゃる？もう一人とは。あの痩せた。何か勘違いをされているのでしょう。ここで働いているのは私だけですよ。おや？ガソリンは足りてますかな？いえ、ガソリンじゃなくて、痛み止めありますか？ありませんな。ないんかい。ここは薬局じゃないんでね。じゃあ、ウイスキーを一本いただくわ。一番安いので。ウイスキーであの足の刺さってた釘を、なんか消毒とかすんのかな？次はこれ？あはん。私の名前はウィリアム・ヘンカー、あ？ウィリアム・ヘンリー・カーター。3年間ここの保安官をしている。一番最初のあの、オープニングのあの人かな？ 1947 年8月12日の早朝。ハリス農場から電話を受けた。ハリス夫人からの電話。夫が行方不明なのだという。わ。急にリアリティな顔。オープニングのあの人とはまた別やんな。保安官か。俺たちの年齢は45です。結婚して何年になります？16年です。彼は、う、どうした？保安官は喉を詰まらせ嘔吐をこらえる。なんで？ロレッタは上品に気づかないふりをする。失礼、ウォルターさんは前にも行方不明になったことがありますか？いいえ、これが初めてです。うん、なんだ。あ、クソ、二日酔いはひどくなる一方だ。頭が割れるように痛い。二日酔いかい。ああ、さっきまで浴びるように飲んでたじゃないか。何してんねん。何を期待してんだ。一本でも一本半でもない、二本だぞビル。今の俺の息、酒臭いか。彼女気づいてんだろうか。ああ、気づいてるね。何考えてんだ。気づかれてるに決まってる、アホが。女はいつも口臭に敏感だからな。普段も臭いのかな。厄介なことになったぞビル。ん？最後に見たのはいつですか？何か外見上の特徴。あれ、保安官側の選択肢これ。最後に見たのはいつです？モルターさんの行方が分からなくなったのは正確にはいつのことですか？昨日の朝です。最初は町に行ったんだと思ったのですが、車が家に止めたままになっていて、夕方になっても戻ってこなかったんです。そして今日あなたに電話をしたのです。うん、何これ。あ？ B。 ん？ロレッタは腕を組んで立っている。今にも質問を投げかけるようにじっと見つめてくる。それとも本当に事件を解決できるのか見定めているのか。にしてもなんてそそるんだ。お前より若い。え？でも若すぎるってほどでもないだろう。お前より若い。ん？叩きたくなるようなでかい尻。何言ってんの？それで作家だったっけ？驚いたかビル。お前みたいな巻犬は彼女みたいな女を捕まえられない。だが彼女の目はどこか妙だ。夫に逃げられるなんてな。かわいそうに。なや。これは？あくまでも保安官の選択肢やんな。シミだ。何のシミかはわからない。この家は間違いなく年季が入っているな。これも変な匂いがする。
はあ、彼女の前で吐かないようにしないと。頼むで。美人さんをびっくりさせたかな。これは家というより掘ったて小屋じゃないか。男が逃げ出したらもう頷ける。いやでも夫の両親の家じゃなかったっけ、ここ。でもそんなことも言える身分でもないだろう。トレイラーに住んでるくせに、このアホが。そうなんや。昔はパイロット、みんなのヒーローだったのにな。あら、すごい経歴の持ち主じゃない。英雄の精神はどうした、ビリーボーイ。アルコールに溺れて忘れちまったのか。う、彼女に痛み止めをもらうべきか。いや、やめておこう。なんやこいつ。んで、火を見るより明らかじゃないか。だが本当にそうか。何かがおかしい。これは本当に今すぐ必要なことか。車で一眠りすればいいじゃないか。ほんの数時間だけでも。いつものように迎え酒。いやもうそれやと一生二日酔いで。いやダメだ。スープでも飲むか。ん？今スープを味わってる場合じゃないぞ。そんな目で見つめないでくれ、可愛い子ちゃん。何を考えたんだこいつ一人で。行方不明者を見つけるなんて簡単ってか。俺が旦那を帽子の中から引っ張り出せるとでも。自分は都会の人間だって言わんばかりに。お前が得意なのは酒を懐に忍ばせることだろう、ビル。まあそんなことはどうでもいい。この間ずっとロレッタ待ってくれたん。お子さんは家にいますか。オルタさん、失踪前に普段と違う様子は。あー、どうしよう。お子さんのことは知ってるしな。オルタさん、失踪前に普段と違う様子は見せませんでしたか。ぜひ教えてほしいのですが、オルタさんに何かおかしな素振りなどなかったですか。失踪前に普段と違うことをしていたとか。いいえ、思い当たりません。お子さんは家にいますか。いや、結局そっちも聞くんかい。子供はいません。うん。子なし、夫なし、職なし。うかうかしてるとお前もこの3つが揃っちまうぞ。お前は酔っ払いのクズだ。自分のことをお前って言ってるのか。子供はいない。もちろん妻は言うまでもない。だがマギーはどうだ。誰やマギーって。いや、マギーはそういうタイプじゃないからな。もういい、カボーイ、そろそろ頭を働かせろ。いくつか質問してからこの余興に一段落つけようじゃないか。なんなんこいつ。ん？ウォルターさんに持病は。彼が狂ってたかって聞きたいの。いえ、夫はまともでした。従軍経験はありましたか。ありました。でも話題に出すことはありませんでした。2年ほどフィリピンの近くで船に乗ってプロパガンダを書いていたそうです。少なくともそう聞いています。あれです、ヒトラーとか昭和天皇のこととか。へえ。それ以上の深掘りはしませんでした。なるほど。おお、何、スタディー。書斎に来た。ここがウォルターさんの書斎ですね。ええ、彼は一日のほとんどをここで過ごします。保安官が鼻をすする。失踪以降何か変わったことは。さあどうでしょうか。ご家族は。私のですか。違います、旦那さんの家族についてです。ああそうですね、ニューヨークに彼の姉がいます。そこまで親しいわけではないですが。彼女の電話番号はご存知で。あいにく知りません。保安官は口を歪ませる。失礼ながら足はどうされたのですか。あ、見つかった。どうしよう。お飲み物はいかがですか。すいません、ちょっといいですか。何か飲みます。バーボンがあるんですか。確かウイスキーもあった気がします。買ってきたで。あれ、遠慮しておきます。ありがたいのですが職務中なのでね。さっきまでの自問自答はどうして。あら、ウォルターさんも失踪するときに何か持ち出しましたか。写真かポストカードだとか。金庫から何かなくなったりはしていませんか。それはないですね。ウォルターは原稿をここに保管してるんです。では原稿を持ち出さなかったと。はっきりとは分かりません。番号は知らないんです。そうか、金庫はまだ開けれてないやな。ん、ウォルターさんは誰かと連絡を取ったりしていました。あいつちゃうの、マーガリットちゃうの。心当たりのある人でも構いません。それか最近知り合った人などは。そうですね、もちろん出版社とは連絡を取っていました。それと作家仲間と、あとおそらく軍隊時代の友人。手紙を見てもよろしいですか。これですか。あ、よろしければ私がここで読みます。レターオープナーを彼の首に突きつける。封筒を渡す。どうしよう。
読みますって言ったらなんか適当な嘘もつけそうやんな。私がここで読みますね。プライバシーに関わることかもしれないので、私に読ませていただけません？もちろんです。ですが慎重にお願いします。内容について確認することもあるかもしれません。なーなにやーと。庭。あ、井戸見られたらまずいんじゃないの？さてハリスさん、正直なところ私たちがウォルターさんを見つける可能性はかなり低いでしょう。それよりも彼自身、心の準備ができたら自分から出てこられるのではと思います。こういうことは時々起きるんです。ちょっと落ち込んだりすると少し姿をくらませたりね。そういう人はローン、借金取り、妻、そういったものから逃げるんです。そうなの？自分自身からは逃げられないとも知らずにね。よく分かってらっしゃるのね、保安官さん。自問自答いっぱいしたくせに。お酒臭いですよ。でもこれからどうなるんですの？この後この地域の部署に連絡を入れます。それから近くの病院、安置所、この辺りはとても広いでしょう。彼はきっとどっかにいますよ。麦畑いっぱい広がってるしね。でも井戸にいるで。奥さん、少し答えづらいとは思いますか？聞かないといけない質問なんです。ん？彼の失踪前、あなたとウォルターさんとの間で喧嘩などありましたか？喧嘩があったわけではないのですが。ふむ、私もウォルターさんと同じ学校に行っていたかもしれません。何の話？ほら、この辺りは学校が一つしかないでしょう。そうであってもおかしくはない。この辺りで彼が連絡を取っていた人いますか？友人とか隣人は？恨みのある人などは？話を聞きに行かないと。いません。私の知る限りはいませんね。あ、ところで、あれはまだ使えるんですか？ん？あれとは？後ろの井戸です。あら、どうしよう。え？いえ、もう水はなくなってますね。見てもいいですか？は？真っ暗だな。深さはどれぐらいなんでしょうね。もし使わないのであれば罰金の対象になりますよ。え、そうなの？誰かに頼んで直し。ん？なんだあれは？うわ、ああ、ネズミかい。あ、まるまる太ってるな。見てください、壁を登ろうとしてますよ。度胸だけはあるんだな。ネズミはウサギよりも早く増えるでしょう。殺虫剤などを買った方がいいのでは？下に巣があるんでしょうね。誰か手伝ってくれる人はいます？いなければ私の部下をよこしますが、すぐに片付けてくれるでしょう。見つかりはしなかった？ありがとうございます、保安官さん。自分でできますので。ん？まあ？なにこれ？あ？あ？アルティ。何？あ、井戸。閉めるのね。え、これはじゃあ何？ネズミ目線？それとも夫目線？あ、井戸が閉まりました。あ、何これ？タバコいいですか？またなんか。あ、どうぞ。これは間違いのような気がするんです。そうですか？人生の荒波に揉まれたのです。それとも、もっとうまくできたはずかしら。どうでしょうね。人は皆問題を抱えてますよ。それに対処するかです。これまたなんか、スペル、アルファベットなんかすんのか？説教はよしてください。戦争終わったでしょ？男同士で撃ち合って、刺し殺し合って、それで何になるんです？戦争で戦ったのは男だけじゃないでしょ？そうですが、戦争を始めたのは男でしょう。中国の皇帝の武則天をご存知ですか？その人がどうかしたんですか？ロレタさん、間違った行いなんてないんです。あるのは行いのみ。それよりも気分は大丈夫ですか？これ誰と誰の会話なんやろね。正直なところ調子はいいですよ。これから確認します。集中してください。なあ、なんか精神科の先生かなんかなんかな。何を？一番右のやつだけ割れてるの気になる。あ、ピローン。
真ん中の気持ち悪いのピローン、全部一緒に見えるけど右だけなんか形に見えるからブーン、世界は変わったような気がする。それも速すぎるスピードで、そして安心できない。つまり、いや、つまりも何もわからない。続けましょう。右だけなんかべちゃってなってるよね、左がべちゃってなってるよね。これは全部一緒に見えんのよな。真ん中にしよう。あ、ピローン。あ、私のやったことに騙されないで。私はいい人なの。ええ、普通の人間よ。でも人ってレッテルを貼るのが好きでしょ。賢い人たちはいつも単純な答えを持ってる。一度つまずくと簡単に、想像よりも簡単に、カードゲームよりも、ナイロン製のストッキングを手にかぶせるのよりも簡単。それにとても便利ですよね。どういう意味？許されざる行為に手を染める誘惑に駆られ、残りの人生を悲劇のヒロインになって言い訳を吐きながら生きるってね。そんなこと言わないでください。寝た子は起こすなって言葉を聞いたことは？あなたはまさに寝た子を起こそうとしてるんです。次。こっちに戻ったりはやっぱできないよね。やっぱこれやな。これは何？マハン？ジグソーパズル的な感じ？ん？なんか、触れるけど、触って、どうしたんやろ？あ？何回か押してたら、ちょこちょこ動きはするけど、あ、持っていけるわ。こうか。はいはいはい。あ、ペロリーン。正解ここ。正解どこ？この辺。ペロリーンって言ってくれるところを探せってことやんな。ん？これはどこや？わからん。これ後回し。真っ白。アペラねー。前は？前この辺っぽいな。あ？なになに？アペラねー。これは？ここら辺？アペラねー。これは？あ、ここーん。あ、誰かと誰かが肩を寄せ合ってる感じの絵っぽいぞ。ペロレー。これはペロレーン、ロレッタと旦那のあいつなんかな。ペロレーン、いけてきた。あとはどこ？ここ？こっちやな。違うな。意外と難しいな。なんか2枚重なっててよくわからん感じに。ペロレーン。ペロレーンか、それ。合ってる？ペロレーン。あ、やっぱなんか2枚重なっとんな。はいはいはい。で、こっちか。ペロレーン。よし、いけたーん。ズーン。な、懐かしの黒電話。うん、ニューヨークからハリス様宛てにお電話です。つなげてください。耳障りな男の声。我々を脅迫しようってのか、お嬢さんよ。誰？脅迫？そうですね。好きなように言えばいいわ。でも原稿を持っているのは私ですから。あ、出版社の人か。もっといい言い方があるとは思いますが。ん？召喚とか。それとも才能ある作家の夫を亡くした未亡人への保証金なんてどうかしら。保証金、本の表紙に印刷してもいいんですよ。ハリスはどこだ？いいか、よく聞け。ジェリーシャファーに手出しする奴は許さんからな。ジェリーシャファー。は？電話を切った。彼はまた電話してくるでしょう。間違いない。シャファーみたいな人間は、みすみす自分の利益を逃したりしない。甘い言葉が脅迫に変わることになっても。
でも問題はまだ残ってる。なんじゃ。あの金庫の番号。手がかりを探して家中を探し回った。メモでも何でもいい。でもあのウォルターのことだから。夕飯の時間までには朝食のメニューを忘れてしまう間抜けなウォルター。はあ、時々右手と左手の区別もつかなくなる。アホやん。あの嘘つきのウォルターが空っぽの脳みそにだけ番号を記憶していた。彼の誕生日、結婚記念日、母親の誕生日から最初の本の発行日まで全部試した。全部違ってた。なるほど。番号をでもどこかに記したはずでしょ。ウォルター作家なんでしょ。何だってメモしてたじゃない。なるほど、それを探せってことか。カバンの中は何もなし。ウォルターの机、出版社からウォルターへの手紙。ウォルター、牛はいい意味でセンセーショナルですね。とはいえタイトルについてはもう少し考えたいとは思います。まだ半分しか読んでませんが、これ前見たよね。なんか契約書の下書きに着手。これは前見たやつやんな。もう一個はケリーからの手紙。あ、これも見た。これ隠し子がいるっていうことでいいんかな。ロラはどうっつって、なんかロラのことを含めて仲良しでやってるみたいな感じで聞いてくるからちょっと怖いよね。ふむ、めぼしいものは何もない。これ以外は何これ。シガークラブ。はあはあはあ。ウォルターがシガーを吸ってるところなんて見たことがない。住所が書いてある。イレブンレインウッドストリート、街中にあるのね。行ってみようかな、時間があるときに。だけどシガークラブ、プリズンブレイクで所長が行ってたところやんな。あ、チケットの半券、落書き、ライター、競馬ね。うーん、数字がいっぱいあるな。こんな片田舎の競馬場なんてウォルター以外誰も知らないでしょうね。120021っていう数字はあるけど。机はこれも見たもんね。本棚、罪と罰、なんか鍵あるで。聞いたことがない。ん？本の中に鍵が隠された。この家のどこかのドアに合うはず。でもどこのドアだろう。もしかしてウォルトの両親の寝室？行けるのか。あ、あ、もう入った。本から出てきた鍵がはまった。一体何この匂い。早く窓を開けるか何かしないと。え、窓開けよう。じゃあ、あれ、窓ないで。じゃあゆっくり調べて大丈夫。カゴ、中には何もない。ウォルターの両親は鳥を飼ってたみたい。はあ、空っぽ。旅行カバン、開けれる。旅行カバンは紐で固く結ばれていた。素手じゃほどけない。なるほど。新聞、あ、ハサミありやん。方面の男、両親を銃撃。グッケンハイム倉庫で火災。身の代金支払うも娘は未発見。オルソン家は情報に謝礼金を提供。この事件覚えてる。石油王の娘を誰かが誘拐した事件。え？何それ。ああ、これで開けれた。うわ、なんか手。カメラ。ウォルターと私はほとんど写真を撮らなかった。あ、タバコあるやん。と、ラム酒のボトル丸々一本。奇妙な写真。あ、よく見るってある。あ、また鍵。貸金庫を開けるときに使われるもの。あ、じゃあ銀行？でもどこにあるんだろう。街中。どういうつもり、ウォルダー。あなた、他に何を隠してるの？貸しちゃうわ。シガークラブの、あれかな。ウォルダーの過去のせいだけじゃなく、その日はいろいろ起こりそうな日だった。あのクソ金庫の番号が必要なのに。
万策尽きた。窓から投げ捨てることも考えたわ。でもそれで何かが変わるわけでもない。原稿がないとお金が手に入らない。シャファーにこの金庫ごとエアメールできないの？早く何か手を打たないと。私は町に行くことにした。はあ、なんか面白い展開になってきてるね。これはどこに行くかを選べんのか。バス発着所、マッチ箱に書かれた住所、金物屋。俺的にはマッチ箱に書かれた住所が、あの多分シガークラブやからってことやろ。まあでもバス発着所からちょっと行ってみようか。ズーン、あ、車動いてる。なるほど、面白い演出やん。バス発着所な。この鍵が本当にバス発着所のものなら、ここのロッカーのどれかを開けられるはず。いや、俺はシガークラブのやつやと思ってるけど、他のロッカーから試してみるわ。それ以外にここに来る理由なんてある？なんか変なおっさん寝てんのよな。米国貯蓄債券と切手を買おう。バス発着所のロッカーの鍵。ロッカーの前で酔っ払いが寝ている。ちょっと、どいてくれます？あ、すいません、少し避けていただけますか？ちょっと起きて。蹴りつける。すいません、少し避けていただけます？不老者。不老者は意味不明なことをブツブツ言う。まあいいわ。どうやって彼を動かす？酒臭い。新しいボトルをあげたら動いてくれるかも。持ってる？俺持ってないな。ってことは一旦なんか酒探しに行かなあかん感じ。あ、出れる。なんか急にそういう要素が出てくるとは思わなかったわ。今までほぼ一本道やったのにな。ここがシガークラブ。ん？ご注文は？すいません、クーパシガークラブを探しています。ここがそのクラブですか？は？文字が読めないのか？奥さん、看板見てくれ。あ、ここはバーだ。シガーなんか売ってない。売るのは酒だけ。一杯頼むか出ていくかのどっちかにしてくれ。ん？あ、でもタバコの自販機あるで。タバコやめたのはずいぶん昔。でも最近は日に日に後悔が募る。はあ、一杯頼むか出ていくか。君の悪い絵。この絵の犬、恐ろしい姿をしている。少なくともポーカーはしてないわね。出方は？ゲンツって書いてるけど。はあ、あなたは？すいません。はい。クーパシガークラブをご存知ないでしょうか？シガークラブ。ああ、それならそこだよ、お嬢さん。でも1年か2年前ぐらいに閉店したな。そうなんや。後に残ったのはこのお粗末な場所ってわけ。バーテンダーはいまいましそうに視線を向こうにやる。ここがリッツかなんかだと思ってるのか？バーテンダーはさらに顔を歪めて向こうを見る。1、2年前。ところであなたみたいな美人さんがシガークラブに何の用だい？代わりにおごってあげるよ。ありがとう。でも急いでるので。ふん、そりゃそうだよな。ん？どういうこと？意味がわからない。マッチ箱をもう一度見てみないと。住所は合ってる。にしても、このマッチが2年前のものだとは思えない。ああ。何これ？ 555-3486 かな？裏に電話番号が書かれてる。ボールペンで書かれてる？じゃあ最近ね。どうしてこれを見落としちゃったの？この番号にかけてみてもいいけど、もしクラブが本当に2年前に閉店してたら、このろくでなしが間違えたのかも。電話を探さないと。ああ、ここの電話を使っても。バーテンダーは大きなため息をつく。はぁ、あ、裏にある。ベンチの隣。酒を一本いただくわ。一番安いの。お、ついに楽しみ気になったんだな。何も聞かないで。いい夜になるさ。酒ゲット。これで別にでも、持っていけるよね。さっきの駅のところにも。こっちは、汚
いトイレの匂い。何の匂いかは神のみぞ知る。何を言うとんねん。公衆電話。こっちはさすがに行けない。どうしよう、電話してみるか。家に電話。家に電話したろう。いや、こんなことしても意味がない。家には誰もいないんだから。何の選択肢や。マッチ箱の番号に電話する。な。何色？なんでこんな赤色？お前か。何者かは分かっている。ザー。この番号にかけるべきではなかった。あなた誰？どっかで会った人？なあ。何？もうすぐ会うことになる。なんですか？出てきたよ。一応酒はゲットしたし、もし鍵が合っていればあいつをどかしていける？ねえ、あんたが好きそうなのを持ってきたわ。グアバー、ちょっとどいてくれるかしら。どいてくれた。よかった、うまくいった。右に立っとるけど、ピロン。あ、小包がある。どういうこと、ウォルト？何のつもりよ。家に着いてから開けるべきね。ああ、何何なの。彼は私に言われた。息に予言せよ、人の子よ。え、そして息に呼びかけよ。あ、主なる神は言われる。息よ、四方から吹く息よ。殺された者の上に吹く息よ。彼らを生かせ。何？何？何なんやろ。ちょっと気になりますけど。一応まだここ行ってないから、このままこっち来て。ん？デイブ。誰だったっけ？奥さん、行ったでしょ？金庫を開けるには？どんな種類の金庫でも？あなたがお持ちの金庫の種類はわかりませんが。古い金庫です。ですから、古くても新しくても、腕利きの鍵しか、腕利きの金庫破りが必要。その通りです。そして私はそのどちらでもないのです。ん？私はここでドアノブと金具を追っているだけ。ああ、そういうことね。ん？時間の無駄だった。ああ、何やそれ。愛しい我が家。家への道すがら考えずにはいられなかった。ひょっとすると間違えたのかもしれない。あの電話の男が誰でもおかしくない。古い友人、軍で出会った友人、それとも他の落ち目の作家。ウォルダの死後にようやく彼のことを知り始めるなんておかしなことよね。生前とは暗いものにならないほど彼が胸の内に隠していたこと、妻にも言いたくなかったこと。そして突然、ん？エンジンがオーバーヒートした。この役立たずの鉄くず。ああ、なんでこんな目に遭わなきゃいけないの？なんでって、よくわかってるでしょ、ロレッタ。そこから私は歩いた。家が建ったの半マイル先でよかった。家のポーチに高そうな白い車が止まっているのが見えた。え？あんな車見たことない。車の隣には杖を持った初老の男が立っていた。そしてこの出会いが災いをもたらすこと、直感で悟った。あー、初老、結構年いってそうやけど、どうかされました？お嬢さん、君の旦那を呼んでくれ。モーガン、ここの所有者に話がある。所有者は私ですが。なるほどな。あんた一人にこんな広い土地は必要ないだろう。なんや、ん？一体どなたなんです？ピーター・ソロモン・モーガン・ジュニア。モーガンと呼んでくれ。あ、ここから南東に土地を持っているんだが、つまり運悪く君の隣人ということになってしまう。なんで運悪いとか言うの？どういう意味でしょうか？これを見ろ。何？何これ、種なんかの。全部腐ってるんだ。家畜の餌にもならん。麦が腐ってるってこと？
泥を見せてくださるなんてご親切に感謝いたしますわ。皮肉にも程があるやろ。ですがそれが私と何の関係があるんですの。わからないか。モーガンの顔が怒りで紫色に。怖。50エーカーもある肥えた土地が馬のクソになり下がっちまった。それはおめでとうございます。それで、それが私と何の関係があるんでしょう。専門家を雇った。調査ではお宅の家に取り付けられた排水管、うちの穀物を台無しにしていることが分かった。あら、ここの本当の所有者と話をしたかったんだが、この問題を平和的に解決できるような人間と。だが現実的に無理な話のようだな。あら、どうしましょう。お前の土地なんかどうでもいいよ、ボレガとか言える。言ったろう。うわ、よく聞け田舎者、手を離してバカ野郎。フィリップスか誰かに雇われてこんな厄介事を起こしてるのか。フィリップス、それともお前が私の邪魔をしたいだけか。ああ神よ、必要ならお前を引きずっていくからな。分かったか。うせろ豚。何か問題でも。ああ保安官来た。よビル。あら、お知り合いですか。大丈夫ですかハリスさん。はい、モーガンさんはもうお帰りになるところです。モーガンは口ごもる。そうだな、もう行く。しかし話は終わってないぞ。次に会うのは裁判所だハリスさんよ。あらあら、老いぼれのザレ事なんかどうでもいい。手は大丈夫ですか。なんか握られました。道であなたの車を見かけたんです。ほう、それで様子を見ていこうかと。なんで、モーガンの目的は何だったんですか。私も知りたいですよ保安官さん。私も知りたいんです。二回言うた。うん、老人にしてはモーガンの握力は強く、跡が残った、あざが残ったか。しばらくすると保安官は帰っていった。彼は前と同じ質問をしてきたけど、今回はメモに何事か書きつけていたし、酒の匂いもしなかった。ああ、シラフやったんかな。彼に疑われてはいないと思う。どちらかというとウォルターの過去に気を取られているみたい。うん、彼は気難しい。あの老いぼれロバ、ロバ。自分の手を汚さないことを学ぶべきよ。ワンカンさん、ウォルターについて新しい情報ある？ん、ありますよ。なや、ニューヨークの者と話をしたのですが、妙なことを聞きましてね。教えてください。ん、アービン・ウォレスという名前に聞き覚え。アービン・ウォレス、ないですね。ウォルターとウォレスは一緒に服役したようです。服役していたようです。ん、ウォルターが服役、本当ですか。私もそう思いましたよ。でもいつのことです。理由は20年代の前半ですが、詳細は不明。20年代ってことは20年ぐらい前。戦前についての記録はあまり残ってないのです。ウォルターは記録が残らないのをいいことに、このちょっとした休暇を秘密にしていたんですよ。秘密なんてもんじゃないでしょ。あ、誤解を恐れずに言いますが、誰もが過ちを犯します。私の知る限りウォルターはまともな人ですよ。ウォレスにも同じことを言えたらいいのですが、彼は何者なの。彼は禁酒法の時代にボロ儲けをしたのです。ですが幸運にも余計な注目を集めるほどの富豪ではなかった。その後ビジネスを合法化し出版業界に入った。はあ、地元新聞社の株も所有しています。どちらにせよ良くない話ですか。彼にはまだ刑事罰が与えられていません。奇妙なことは、私の推測ですが、ウォルターとアービンは今日に至るまで連絡を取っています。驚かすつもりはありませんが、ご主人の失踪にウォレスが関与しているかもしれません。いやー、私が殺したんですけどね。ところでその箱には何が。ん、あ、小包ね。どうしよう、弟から、さっき届いたニューヨークから。弟にしとく。いや、ニューヨークからの荷物にしとこう。ふむ、ウォルターからかもと思いましたが。というわけで奥さん、何か分かったらお知らせします。奥さんも何かありましたらご連絡ください。何かって、例えばウォレスみたいな人間は非常に危険ですから、全てが解決するまでどうかお気をつけて、気を緩めないでください。はあ、あなた一体何をしていたの、ウォルト。モーガンの訪問には驚かされたと認めるわ。
あの老人が私に何の用があるのかさっぱり。土地を管理してたのはウォルターよ、私じゃない。その時のことなんか本当に曖昧。本気になれば何かわかるかもしれないけど、そうだとしても私と何の関係があるの？お金を受け取り次第こっから消えるわ。この家も土地もモーガンも二度と見なくて済む。次に何をするかは決まってなかった。ああ、何これ。土地の境界について聞く、偶然に任せる。土地について聞いてみるか。スティーブンス、さてハリスさん、どのようなご用件でしょうか。自分の土地の範囲を知りたいのです。あとモーガンさんの土地との境界線がどこかも。なるほど、ここを見てください。ここがあなたの土地です。私の知る上では銀行の所有する土地となりますね。全部うちのものなのですが。書類の審査が通ればそうなります。そしてここがあなたの所有地の終わりで、こっからがモーガンさんの土地です。それとここ、こことここと、あとここもそうですね。その場合は、なるほど、わかりました。モーガンさんは大層なお金持ちなんですね。そうでしょうな。彼と揉めているなんて言わないですよね。揉めてるんですけどね。おやおや、ハリスさん。彼の言う通りにした方がいいですよ。え？礼儀をわきまえて、ちょっと駆け引きをするんです。最終的に彼の条件を飲んであげましょう。正直な話、あんな人間と裁判で争うなんて無駄ですよ。助言をありがとうございます。どういたしまして。もう一ついいかしら。家の下にモーガンの土地に通じているような排水管があったりしません？そこやな、気になるの。私の知らないところに設置されてて、モーガンの穀物をダメにするようなやつ。さてどうでしょうか。その土地の経緯によりますね。昔あった建物やかつての下水管とか、以前の所有者なんかにもよります。地下になんかあったよね。ご希望であれば調べてみますよ。記録は資料室のどっかにはあるでしょうから。お手を煩わせないのであればお願いします。お安いご用です。それが私の仕事ですから。何かお借りしたら、わかりましたらすぐ連絡しますので、電話番号をここに書いてくださいね。最初はそんなに大事だと、大事だとは思わなかった。でも夜になるとどういうわけか、私の周りで何かが変わった気がし始めた。本当に些細だった。ほとんど気づかないくらい。このオンボロの家を歩き回って、存在すらも知らなかった場所にたどり着いた。そしてケリーが到着した。あ、言い忘れたわ。ウォルターは前の結婚で娘を授かってた。ああ、再婚なのね。ケリー、手紙で約束した通り、彼女はボーイフレンドのミッキーを連れてやってきた。はあ、ケリーとは何度か会ったことがあるだけ。これがあの手紙のパパって言ったやつか。最初は彼女がまだ小さい子供の時だった。ニュージャージーで母親と一緒に暮らしていた。その後母親は骨関節結核に患って亡くなった。ケリーがどこかであんな男を見つけてきたのかはわからない。一目見ればわかる、あの男の出来が良くないことぐらい。ケリーは本当にいい娘、器量もいい。ふさふさとした茶色の髪の毛に人形みたいな大きな目、健康的な小麦色の肌に大きなお尻。みんなお尻を強調するね。カール・ハインリッヒ・ウルリッヒス劇中のメイ・ウエストの下品さを想像してわかりません。ミッキーの本名はミケランジェロ。彼はジャージーから来たイタリア系の男の子。年は23か24。戸口を塞いじゃうほど体が大きい。でかそうやね。とにかく巨大で、黒い髪はグリースかヘアオイルでチカチカしてる。銅色の肌の下には厚い筋肉。何をやってる人なのかさっぱりわからない。多分追い出されるまでは海軍にいたんだと思う。そうなの？どっちにせよ二人の状況は絶好調ってわけじゃなさそうだった。家庭を放り出した父親を持つ娘なら誰でもそう。あ、なんか色つき始めたよ。大方ケリーも父親のことを軽蔑していると見て間違いない。じゃあなぜ父親に捨てられた娘が恋人と一緒にはるばる父親に会いに来るの？部外者は理解できないでしょう。でも私にはわかる。ああ、初めから分かってたわ。うん？お父さんはどこ？二人は長い道のりにうんざりしていたから、私は嘘をついて引き止めることができた。
その時の彼らはとにかくお風呂と睡眠を望んでた。だから話の辻褄を合わせる時間ができた。私もあなたの父親に捨てられたの。持てるものを持って風のように去っていった。目的は自分にケリーの母親像を投影させて、女同士仲良く可能な限り同調させること。でもうまくいかないことは分かってた。ケリーにとって私は家庭を壊した性悪女だもの。はあ、あの子は多分母親が亡くなったことも私のせいにするでしょう。その点は責めることができないわ。なんで？なんやろう。私は二人を来客用の寝室に入れた。あそこって両親の部屋じゃないの？ほら、かつてダグラス・ハリスが妻と別々に寝るために使っていた寝室。あ？今は彼の孫娘が使ってる。あ、どこやそこ。ミッキーと一緒に。二人は眠ってなんかいなかった。夜の静寂の中、ケリーの息遣いが廊下にまで漏れ出していた。もう、はばかることもない甘いため息も。人の温かさをとっくの昔に忘れたベッドの古い板と鉄製のスプリングを、ミッキーが獣のような動きできしませている。正直に言うと、彼らが静かになるまで、どういう動きか、私は赤面していた。その後は眠ろうとした。何よ何よもう。まったく、ベッドきしませて困っちゃうわ。よし、じゃあ次は多分ここになると思うので、ああ、どういう展開になっていくんでしょう。なかなかお話は面白いですが、この続きまた次回です。それではまた、よろしくどうぞ。